令和新選組の串真理です会派を代表して、令和3年度の一般会計予備費その1、および特別会計経費増額総調査その1、その2に賛成、一般会計コロナ予備費その1、その2、そして一般会計予備費その2、および特別会計予備費その1、その2に反対、以上の立場から討論いたします。一般会計予備費その1については アスベスベト訴訟の賠償金が含まれており、国民救済に資すること、特別会計経費増額総調査その1、その2については、地方への常用金の増額であることから賛成いたします。一般会計コロナ予備費その1、その2については、2020年の10万円給付のような一般給付の取り組みが設けられず、使途の検証も困難な仕組みとなっていることから反対いたします。一般会計予備費その2は、国が被害となっている 普天間飛行場、あ、国が被告となっている普天間飛行場騒音訴訟に関する経費と小松基地騒音訴訟に関する費用が含まれていることで反対です国が取り組むべき騒音対策ではなく国が原告に対して裁判を継続するという意味での資質なので認められません特別会計予備費その1その2に反対する理由は燃料 燃料油価格の激変緩和対策事業を全国石油協会を通じて行ったためです。政策目的は理解できますが、既得権益を持つ団体を通じてではなく、ガソリン税ゼロによる直接支援で行うべきであり、この点で反対です。また、そもそも特別会計の予備費において支出されたのは、エネルギー対策分のみで、全体の3.8%にしか過ぎません。しかも、ほとんど使用されていないのが毎年繰り返されている。 繰り返されていることを考えれば、特別会計の予備費の計上のあり方そのものを見直すべきです。以上が政府の提出した令和3年度予備費に対する態度の表明ですが、国会の審議のあり方についても一言申し上げます、えー。巨額の予備費は財政民主主義の観点から大きな問題がある。こうした指摘がこれまで主に野党からたびたびなされてきました。にもかかわらず、 今回の予備費の審議はわずか2時間で採決に至っています。予算計上の際の厳しい批判の割には全く審議が不十分です。しかも私たちが今回審議をした予備費は令和3年度のものであり、時間がかかりすぎとの批判を免れることはできません。さらに報道ベースではありますが、今後の予備費で余った分を防衛費に充てる案が自民党で浮上していると聞いています。予備費についてのチェックが甘いことは、 予備費増額の片棒を担ぐ結果になりかねない、そのことを特に野党の委員は肝に銘じておかなければなりません。以上、予備費の内容はもとより、審議のあり方についても指摘いたしまして、討論を終わりますこれにて討論は終局いたしました。 これよりり採決に入ります。まず、令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総長書および各省各庁所管使用調書その1承諾を求めるの件令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総長書および各省各庁所管使用調書その2承諾を求めるの件令和3年度一般会計予備費使用総長書および各省各庁 所管使用調書、その2承諾を求めるの件の各件について採決をいたします。各件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、各件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。次に、令和3年度一般会計予備費、使用総調書及び各省、各庁所管、使用調書、その1承諾を求めるの件について採決をいたします。 本件は承諾を与えるものと決するに賛成の職の規律を求めます。規律多数、よって本件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。次に、令和3年度特別会計予備費、使用総長書、及び各省、各町各省各、所,各所管使用調書、その1、承諾を求めるの件、令和3年度特別会計予備費、使用総長書、及び各省、各庁所管 法調書その他、その2、承諾を求めるの件の両件について採決をいたします。両件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の規律を求めます。規律多数。よって両件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。次に、令和3年度特別会計予算総則第19条第1項の規定による経費増額総調書および各省、各庁所管。 経費増額調書、その1、承諾を求めるの件、令和3年度特別会計予算総則第19条第1項の規定による経費増額調書及び各省各省、所管、経費増額調書、その2、承諾を求めるの件の両件について採決いたします。両件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の規律を求めます。規律多数。よって両件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。 お諮りいたします。ただいま議決いたしました各県に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。この際、文化会設置の件についてお諮りいたします。平成30年度決算ほか2件、及び令和2年元年度決算ほか2件、審査のため4個の分科会を設置することとし、 分科会の区分については、第1分科会は皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府本部、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、外務省、環境省所管のほか、他の分科会所管以外の国の会計、第二分科会は総務省、財務省、文部科学省、防衛省所管、 第3分科会は厚生労働省、農林水産省、経済産業省所管。第4分科会は法務省、国土交通省所管。以上のとおりといたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。次に、分科院の配置及び主査の選任、また委員の移動に伴う分科院の補欠選任、ならびに主査の辞任及び補欠選任につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。 ご意議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。なお、文化委員の配置および主査の選任につきましては、追って候補を持ってご通知いたします。つ、えー、いでお分かりいたします、文化会審査の際、最高裁判所当局から出席説明の要求がありました場合には、これを承認することとし、その取り扱いは委員長にご一致に願いたいと存じますが、ご意議ありませんか。ご意議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。次に 文化会審査の際、政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、出席を求めることとし、その取り扱いは委員長にご一に願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。次に、文化会審査の際、日本銀行及び独立行政法人等の役職員から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人として出席を求めることとし、その人選等諸般の手続きにつきましては、 委員長にご一緒に願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。分科会審査は来る24日月曜日に行います。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加をいたします。